うん、オッケー。じゃあ、さゆりんとこ行くか。話せるのかな？詩だけ受け取ってくれないか？あ、見てくれてるね。うん、確かこの前は、一周目は確かちょっと、ごめん、それ無理だ、みたいな。うん、ごめんだった気がする。本当にすごくいいよ、詩を。ありがとう。さゆりは詩書いてきたのかな？逆に静かにしてるよな。なんかあった？もちろん、いつも通りだよ。昼寝でもするか。うん、うんうんうん。ねえ、しお、私まだちょっと驚いてるんだ。ゆりちゃんみたいな文体詩を書くようになるかなると思ってた。もしくはなつきちゃんみたいに。うん、確かになつきでしたね、一周目は。結局これを一番気に入ってくれたのお前だったみたいだな。え？みんなと思ったら、あんたが好きだから。あ、よかったよかった。この音楽ならセーフですよ。うん、変なギャグ挟んでる場合じゃなかった。怖くなるかと思って、ちょっと、変なワード出す脳みそになっちゃった、今。うん。うん。たまに俺に付き合わなきゃいけないことがあるのも分かっている。それに俺も時にはお前に付き合わなきゃいけない。けど俺とお前は波長が合うみたいなんだ。だから私もこんな形になったんだ。俺の人生で楽しいことって言ったらお前しかないって思うことがあるんだ。だからお前を思い浮かべながら書いた方が筆が進むんだ。ああ、なんか泣いちゃったよ。どうしよう、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 どうしよう。ふさわしくない。私に優しすぎるよ。どうしてこうするの？私よりみんな楽しくやってたら、全部もっと簡単だったのに。うん、大丈夫かな。こんなこと言うの初めてだと思う。今のお前の気持ちが全くわからない。わからないのかよ。わかれって。どうしてギャルゲーの主人公ってさ、みんな鈍感なの？こうやって。鈍感すぎない？ギャルゲーの主人公ってみんな。いや、もうこのゲームギャルゲーじゃないかもしれないけどさ。うん。鼻を吸いながら首を振り続ける。なんでもないでしょ。ほら、もうなんでもないって言っちゃうじゃん。お前がちょっと中途半端だから、もう人の気持ちを理解しようとしないから、こう相手がまたさ、頑張ってさ、感情をさ、涙まで見せたのにさ、お前が答えてやらんから、こうなんでもないよムーブになっちゃうんだよ。塩の責任でもあるわ、これは。うん。ほら、なってこう、またこれもう、これ俺のせいじゃん。ねえ、いや、まあ、一瞬はそうなんだけどさ。はい。あー、こういう流れなんだね。うん、わかりました。はい。うん。うん、よし。じゃあ、どうしよう。夏木にしようかな。うん。どうもどうも、先生。うん。まあまあですか。うん。才能ありですか。凡人ですか。まあまあ、凡人かな。まあ、そうね。うん、もう読んでないでしょ、絶対俺の詩。うん。昨日と同じくらいの良さね。あんたのやろうとしてることはわかるけど、私の好みじゃないわね。先生厳しいですね。まあ、いいんじゃない。まあ、多いな、こいつ。ああ、終わりました、終わりました。はい。そんなに俺の死ぬ敵が気になるのか。え、父がキモ、お、キモ、ちょ、俺どうか気持ち悪い。あ、え、気が緩んでないか見てることは私の役目だけよ。本当に？それで俺が怯えて逃げちゃったらどうするんだ。それはそのモニカ、夏木先生怖いよって言ったらどうすんの、それで。うん、いや、しないけどさ、そんなこと。もししたらどうすんの。家庭の話だよね。そしたら、なんかやっぱモニカが、夏希ちゃんダメよし、よくいじめちゃうとかなるけど、その時夏希どうするの？じゃあ、私は別にいじめちゃう、ってなっちゃうか。うん。俺は気持ち悪いわ。あ、キモいわ、俺。うん。うん。うん。お前もなんか一言多いな。おー。この関係性もいいよな。うん。やはりまあ、夏希みたいなタイプが俺はまあ、嫌いじゃないということがよくわかる。
あなたが逃げちゃえばいいのに。なんてね、私も冗談よ。おお、いいじゃん。なんかこう、夏希とは仲良くなってんだよね。なんだかんだで。ゆりだね、問題は。うん。マジ痛かった。うん。で、塩見してくれるか？あなたの砂浜になる。あれ？これ知らないんじゃないか？あ、これ砂浜知らないんじゃない？これ。あなたの、あ、これ知らないかも。あなたの砂浜になる。あなたの心は不安と恐れに満ち満ちて、この数年で魅力も焦ってしまった。でも今日はとっておきの場所に行こう。私とあなたの砂浜へ。見渡す限り一面の岸。艶やかな、光を放つ海。そんなまばゆきの前ならあなたの心の仮面を崩れてしまうよ。私は悩みを洗い流す砂浜になる。あー、いや、これ見たか。いや、あなたがいつも訪れる白チームの砂浜になる。こんなときめきをずっと忘れてたんだって、あなたの心が弾むような砂浜になるよ。重苦しい気分は砂の山に埋めてしまおう。日差しを浴びて手をつなごう。友達をしょっぱい海で洗ったら、キラキラ光るあなたを見せて。思い出は足跡の道に残していこう。頬に風をつかんで自由になろう。あなたと私の唇を重ねたら、あなたが素敵なわけを思い出して。私は悩みを洗い流す砂浜になる。あなたがいつも訪れる白チームの砂浜になる。こんなときめきをずっと忘れてたんだって、あなたの心が弾むような砂浜になるよ。私を隣にいさせてくれれば、あなたは自分だけの砂浜、自分だけの出口はまた自分を愛せるなるはずだから。おー、これ見てないな。ちょっと待って、ちょっと確認する。過去のね、詩はね、メモってあるから。違うわ。違う。前は夏希ルートで3日目の夏希の詩は全然違った。あなたがっていうタイトルで、あなたがっていう感じだった。うん。今回も、まあ、あなたは使われてるから、砂浜になるっていう点がもうタイトルからして違うわ。うん。うん。すさんだ俺を癒そうと、私と、俺と夏希が砂浜に行って、で、ああ、景色に心奪われる。私は悩みを洗いながら砂、だから夏希が砂浜になるってこと？うん。タクチームの砂浜になる。ときめきをずっと忘れてたの、あんな心弾むような砂浜になるよ。うん。じゃあ、俺が砂浜に、俺が夏希砂浜に訪れて、足元に波が来たら、その波が引いていくときに俺の悩みをこう、サラサラサラーみたいな感じで連れてってくれるってことかな。それのお手伝いをする夏希砂浜ってことね。うん。砂の山に埋めて、ああ、なるほどね。そう、夏希砂浜に俺の悩みをよいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょって置いていって、で、洗い流すってことか。うん。日差しを浴びて手をつなごう。うん、夏希砂浜に、悩みを夏希砂浜にこう、一個ずつ置いていって、砂浜に座って、で、砂浜に手をついて、で、日差しを浴びながら、波を待つみたいな感じかな。その、砂浜に手を置くという行為で、夏希砂浜と手をつなぐみたいな感じかな。で、悩みだったり戸惑いを、波で洗ったらキラキラ光るあなたです。あー、なるほど。悩みが全部押し流されたら、俺の顔は晴れやかになっていると。あー、悩んだら嘘みたいなみたいな感じになっていると。なるほどね。うん。うん。本に風をつかない自由になる。あなたの私の唇を、あなたと私の唇を重ねたら、まあ、夏希砂浜に寝っ転がってゴロゴロしてるときに、まあ、口ぐらいつくか。まあ、無理があるけど、まあ、そんな感じ。うん。あ、悩みを洗いなく砂浜に、あ、繰り返しだ。うん。繰り返しですね。うん。繰り返しだ。うん。私を隣にいさせてくれれば、あなたは自分だけの砂浜、自分だけの出口、また自分を愛せるようになるはずだから。私っていうのは何なんだろうね、これ。うん。私が何なのかって話だよね、これね。うん。隣にいさせてくれれば、あなたは自分だけの砂浜、自分だけの出口で、また自分を愛せるようになるはずだから。ここはちょっと深くて分かりにくいなぁ。まあ、私が夏希で夏希の隣にいたんだったらさ、夏希の隣に自分がいたん、俺の隣に夏希がいたとしたらさ、自分だけの砂浜でさ、解決するわけないもんね。うん。だこれあれか、自分の中に何かそういう、夏希みたいな、なんだろうな、その、頼れる人を持てってことなのかな。うん。自分の中で大切な人を持てみたいな感じかな。うん、今のこのルートで言うと、さよりとか、ね。さよりを自分の心に住まわせて、で、それで、いつも隣にいるように感じれば、まあ自分だけの砂浜ができて、自分の中に。で、
いろいろなんだ悩みも何も解決ができて、でまたもう自分を好きになれるよってことかな。うん、だからリアルに隣に誰かいるというよりは心の中に誰かを住まわせるみたいな感じなのかな。うん、難しいな。難しいが、なんかこれいい詩だな、夏希。うん、さすが先生。うん、俺のあの詩を添削するとこうなるんですね。うん、アゴリメッセージも書こうかと思ってね。海って最高だし、海水で否定的なことが起こるのはちょっと難しいわよね。ああ、確かにね。うん。うん。後からメッセージ考えたのか。ああ、それは。まあ、昨日の出来事があったからね。同じことについて書いちゃったことに気づいて、同じことについて書いちゃったことに気づいてから。ああ、でもそういえば、ユリの詩見てねえんだよな。あいつがもう一つのテーマについて、私たちそれぞれ書くということになった。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、夏希がユリから出されたテーマに沿って書いたの。あ、じゃあ今日ユリの詩はもうちょっと変わってるかもしれないね。そうだね。うん。うん。なんとなく、そうだね。最後の方は比喩的になっちゃったね。ちょっとね。うん、自分だけの出口とかね。愛せる。自分、そうそう。自分だけの砂浜とか。うん。ちょい比喩的になっちゃったかなって感じ。まあいいんじゃない？うん。悪くはないと思う。確かにユリが少し気に入りそうな詩ではある。あ、まあ、でも明るすぎるか。ユリはもうちょっと夜の砂浜で書く感じかな、イメージとしては。うん。あ、ちょっと取りすぎちゃった。ちょっと一回中断します。はい。じゃあ今日も熱々のコーヒーを飲みながら、詩吟に興じるとしましょうか。あ、ね、ユリなんだけど、過去の詩を見返したところですね。この日に、1週目のこの日にね、ユリが書いてた詩が、砂浜関係の詩だったんですよ、実は。で、今回だと、夏希が砂浜関係の詩を、あなたの砂浜になるとか言ってたじゃん、を読んでたので、だから夏希がユリと題材を交換したって言ってたのは、多分そういうことだったんだなっていう。うん。だからユリが、ということは夏希が、1週目のこの日に夏希が書いてた詩を多分ユリが今回ユリ口調で読んでるはずなんですよ。だからユリの詩もちょっと変わるんじゃないかなと思います。ちなみに夏希が読んでたのは、1週目のこの日に夏希が読んでたのは、なんかあなたがとか、なんかあなたが名前みたいなやつ確か。だからユリもそんな感じの詩を読むんじゃないかな。もしくは俺のこと嫌いだから、ちょっと苦手だから、ちょっとまあ、ちってくださいって言われて門前払い食らうか、どっちかですね。うん、どちらでしょうか。一緒にいたいのようにはとてもじゃないが見えない。ちょっと内気なのかな。うん。2週目ではあんなにアグレッシブになるのにね、ユリね。気が変わればユリの方から声をかけてくるだろう。あ、終わっちゃうのね、これね。終わっちゃったよ。終わっちゃいましたか。すごい、楽しみにしてんだけど、しよう。ねえ、いやー。これはねえ。うん、どうしようね、週末、もともとね、週末はね、ユリの CG を回収するために、今回はね、ユリを手伝う予定だったんで、ちょっとユリ手伝いましょうか。でもなんか断られそうだよね。しおさん、ちょっと、私の家に来ないでくださいと。普通に言われそうでさ、ちょっと傷ついちゃうよ、それ。うん。あ、はいはい。ちょっと待って。うん、はいはい。文化誕生日ね。うん。ここはいつも通りですね。うん。ここは一緒だと思うな。ちょっと飛ばすぞ。うん。しおさん、お前、ゆりと、なんか、あれ、ちょっと待って。うん。お前、ゆりとさ、ちょっと、あんまり良くない雰囲気なのに、ようこんなセリフは言えるなっていう。それは言っちゃダメだろって感じの。もう、スキップしたから、まあ、なんだろうな、右から左かもしれないけどさ。これ言っちゃダメだろ。あんなに仲悪いのに。ね。さゆりがもう帰っちゃったからね、今日ね。うん、で、多分、手伝う話に、あ、具合が悪いってあんた一緒に帰ってあげなかったの？あんたがいつもイチャイチャしてたじゃない。あ、違う。まずは俺と の関係を誤解するのよ。これは一周目の話したような話しないようなだ。俺を避けてみたら無理させたくなかったんだ。ほー。ここは話したかな。うん。大丈夫そうでしたと。うん。ここね。なんで言ってたんでしょうね、マジで。気になる。うん。うん。
カップケーキ。うん。うん。で、うん。で、ユニも仕事があって、うん。字をきれいに書けると、うん。で、これやると。で、誰が誰を、俺が誰を手伝うみたいな、うん。これね。うん。テッション、うん、オッケーオッケーオッケー。で、もちろん私で手伝ってくれてもいいしと。そうしても私は本当に助かるわ。うん。うんうんうん。よし。あ、ユリはじゃあ受け入れてくれる感じですね、これは。うん。うん、オッケー。まあ、夏木はね、この後の集会で、うん。夏木の指示は回収していくんで。どうもね、今回はね、スペシャルエンドってやつ、新エンド。に行くためには全部の CG をですね1回のプレイで回収しなきゃいけないらしいんですよ。うん。で一周するとさ、普通に進めてるとさ、サヨリがさ穴子になっちゃってさ、強制的にさデータ吹っ飛んでさ2周目に行っちゃうじゃん。でその前にですね、もう1回ニューゲームをして、今度は夏木寄りのワードを選んでて、夏木の CG を回収して、で2周目に行って、でユリの CG を回収して、でモニカの CG を最後回収して、全部 CG を集めて状態しないといけないし、うん、だからニューゲームをね2回やるっていうのはこの新エンドに到達するためのミソみたいね、うん、はい、来ました。会話どこに変わらなかった。うわ、このモニカ怖いなね。ね、これ怖くない？このモニカ。なんか、選択肢の隙間から見てるわよみたいな感じがして、怖いなぁ。これ怖いなぁ、この目。これちょっとホラーだよな、これ。ちょっとしたホラーだぞ、これ。ね。いや、これ怖いなぁ。うん。見てるわよっていう、ね。あなたのこのカーソルの動き見えてるからっていう感じに見えちゃいますね。いや、怖い怖い。どうしよう、これね、ユリを選ぶんだけど、ユリを選ぶんだけど、ちょっとサヨリも選んでみようかなっていう感じがするな。選んでみたらどうなんだろう。サヨリ。俺はサヨリ手伝いしたい。ほら、俺たち近所にそれに。で、モニカちゃんは、モニカはサヨリ手伝ってもらって生きたじゃん。はぁ、あ。そんなに私たちのこと嫌いなの？違うよ。ごめんね、こんなに話を難しくするつもりなかった。ああ、そうなるんだ。うん。あ、で、モニカ。そうすると、モニカ、ああ、あんた本当話聞いてたみたいな。モニカの手伝いはサヨリがするって言ってたじゃんみたいな。あんたそんなに私たちのこと嫌いなのって言って、もういきなり恐怖のね、ホラーパートに突入するって、いいわよもうって言って、夏希の顔がいきなり真っ白のペラボリになってさ。それもそれでありだから。じゃあモニカ選んでみようかな。じゃあ俺はモニカの手伝いしよっかな。やった、私を選んでくれるのね。ちょっと待って。ん？そうです。あんたの仕事一番楽なんじゃん。あ、そう、これ選んだな、これ。選んだ気がする。うん。うんうんうん、モニカを選ぶとすごいこじれるんだね。うん、塩を怖がらせ自分を選ばせたんでしょ。自分が部長だって分かってね。モニカ、無のために責任持って決断してよ。モニカちゃん、下心を決断するのは良くないですよ。下心な、何言ってるのユリ。実際下心を持ってるのは2人でしょ。うん、まあこんな感じですね。ああ、モニカが丸め込まれてしまった。ああ、そう言われちゃうとね、うん、匂いちょっとね、押し切れないよな。いやー、辛いな。それなんだ、賢明な判断してくれるかしら、武将さん。モニカもね、なんか自分がちょっと飾り付けをするとかね、自分のタスクを一番きつくすればよかったのかもしれないけどね。でも、もともとサヨリが手伝ってくるって言ってるからね。うん。カップケーキや夏キシができないしね。うん。ユリにパンフレット、ちょっと、どうかなっていうのもあるしね。うん。パンフレットはなんかこう、出し物の顔だしね。はぁ、あ。このため息の中にどれほどの思いが込められてるのか、ちょっとね。おもんぱかってしまうな。そうね、合理的ですよね。うん。その方向で行きましょう。うん。今の口の形、ちょっと珍しかったな。ちょっと、今のさ、なんか、ちょっとこう、むってしたような感じ。うん。こういう感じ。こんな感じの口の形してたよね。この、弧を描いたような、うん。貴重なモニカのショットですね。どうあっても俺はモニカの目線から逃げられないんだね。というわけで、ここはユリを選びます。
うん。あ、これ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 こうね。なかなか珍しいんじゃない、このモニカの表情。うん。うん。このなんかこう、この空間にちょっともう、少し飽きちゃってるみたいな感じの表情。うん。あんたそれ本気なの？なんでまたそんな。夏希？また何か意地悪言うつもりね。あ、確かにそこはね。ただ私は、もう、とりあえずよくゆりゆり手伝うのね。あ、そうだね。うん、考えすぎてしまう悪い癖がありますね。ここは新しいイベントなんで楽しみですね。うん、ゆりとどういうことを、どういうイベントをこなして、どういう CG があるんでしょうかっていう感じですね。うん。しかし、あんなになんか死に関し、死の交換に関してはもう、なんだろうな、仲良くなれてないのにね、うん。こういうところではちゃんと、なんだろうな、それはそれ、これはこれって感じなのかな、ゆりにとっても。うん、死はちょっと好みじゃないんですけど、みたいな。こういうのは別です、みたいな。大人だな、ゆり。うん。うん。よし。ワクワクという言葉とは少し違うかもしれませんが、少しだけ楽しみな気がしています。うん。うん。うん。なんだかごめんなさい。私、なぜ千代さんが私を選んだのか全然わからなくて。それに、あなたのカップケーキは最高の出来なんですから。私のお茶とも本当によく合うんですから。私が何をしちゃってそれにはかなわないですから。だから、うん。まあ、幼稚なこと言っちゃったのは私なんだし、それは理解しているわ。この二人は本当に仲良くなっとるな。こういうことあまり得意ではなくて。何か気に障ること言ってしまったんならごめんなさい。思いを言葉にするのが苦手な彼女が誰かを励ますので勇気がいることだっただろう。ユリはさよりみたいなことを言おうとしたんだ。うん。うん。いや、まあ、ちょっとありがたかったわよ。これ出し物の一番いいとこなのは私のカップケーキなんだからね。うん、これは聞いてないからですね。まあユリが、俺がユリを選んだから見られるって会話ってことかな。結局ね、夏希のカップケーキを食える日は来るんでしょうかね。食べたいよな。いや、最後文化祭をしてさ、大団円が一番俺的には望ましいエンディングなんだけどね。うん、今日はここまでにしましょう。そろそろ帰りましょうか。はーい。じゃあ、ゆりと帰る。お、ゆりと帰るんじゃないか、これ。うん、ごめんなさい。今週末はあなたの連絡書がないこと気づいてしまいました。あー、そうだね。うん。じゃあ、ちょっと、スマホを出してもらって。うん。うん。あ、電話番号交換してくれるのね。うん。電話番号交換する。はい。じゃあ、ちょっと、またワン切りするね。これ多分1周目も言ったかもしれないけどね、ワンギ今はもうね、携帯の電話番号交換しないよね。ね、アカウントだよね。ね、 LINE のね、ちょっとフルフルしてよみたいな感じで LINE をこうやって振ってさ。アカウント交換してね、うん、もしくはさ、 Twitter のダイレクトメッセージとか DM とかさ、 Discord とかね、いろいろコミュニケーション手段があるからね、今はね。うん、電話番号、俺もそうだな。うん。故障者に電話かけたことないな。うん。もう電話かけるとしたらもう LINE の通話ですね。うん。Discord の通話とか。電話かけたのってもう本当にもう何年も前だと思うな。うん。携帯新しくなって電話帳が一回吹っ飛んだことがあるんですけど、その時も、その時にもう、故障者の連絡先、電話番号なくなっちゃって、うん。で、まあまあ LINE あるからいいかってなっちゃった。うん。携帯電話で今ちょっと結構、結構、まあそんなに使わないですよね。うん、まあ仕事では使うかもしれないけどね、プライベートの携帯なんて電話帳ほとんどもう合ってないようなもんかもしれないですね。実家の電話番号ぐらいしかないかもしれない。うん。あ、やっぱ今回も俺の家来るんだ。うん。私服入りが拝みますね。うん。
ね。そういえばそうですね。よければの話なんですけど、私が翔さんの家に行けたらなって。そうか。うん。そうなんだ。うん。部屋の掃除ぐらいする必要があるな。俺も力のないようにちゃんと手伝えたらいいんだが、俺には前のように発想力はないからな。そんなに自分を過小評価しないでください。きっといいチームになるはずです。たとえあなたが単なる同情を私を選んでいたのだとしても、これでまあ結局どっちやるんで俺の家になっちゃうから、さゆりが来ちゃうってことか。うん、さゆりが来ちゃう展開は変わんないんだろうなって思いますね、これ。うん。私にはわかりません。同情ではないんだよな。なんだろう。まあこう、俺が求めるべき結末にたどり着くための手段と言えばいいのかな。冷てぇ、俺冷てぇ。冷たいわ。同情より冷たいわ。まあでも見てみたいですよね。イベントみたいな、ゆりとの。死のね、好みが絶望的に合わんが。そうね。とても張り詰めた表情で何か考えている。考えすぎだって。お前が考えすぎているとき、俺こうやって俺が指摘してやるんだったよな。え？私気づかなくて。お前は手伝いたいんだ。ただそれだけなんだよ。信じてくれるか？ああ、ありがとう。じゃあ、日曜日待ってるよ。信じられない！日曜にゆりがうちに来るなんて。できたらさゆりと一緒にやりたかったけど。おー、これもなんかさより好みのワードを選んでたら出るテキストかも。不安感が心を満たす。うまく付き合えるようになってきてはいたが、学校の外で何があるかわからないだろう。楽しみにしているとまで言ってたし、頭を振る。なんでさよりにバレるとまずい気がするんだろう。俺たちは別にそういう関係じゃないっていうのに。モニカもこれは部活動って言ってたじゃないか。おー、すごいね。もう免罪符を求めまくりだな、お前。免罪符に使われたモニカが悲しんでるよ、今。